いや、一晩で何十万も使った時かな。運転ある。自分で稼いだお金で行った時にすごく大人かなHey guys, this is Kathy Cat, and today we're going to go and ask Japanese people when they had this certain moment when they were like, I have become an adult now. Let's go and ask Japanese! 自分は、今これで大人になったんだなって思った瞬間はいつだったんですか？一人でブランドショップ行った時ですね。19の頃ですかね。なんか一人で行った時に自分で入って買ったんだなっていう感覚で。いや、一晩で何十万も使った時かな。何に使ったんですか？いや、家電とか。ちょっと欲しいもんかっつったらそんな額いっちゃって。友達と遊ぶ以外は全然マスクでどっか出かけちゃうとか、大人になったなと思って。お仕事始めて車で運転するとき、前は実家暮らしだったんで何もしなかったんですよ、家事とか。だけど今同棲してるんですけど、なんか自分でするようになって大人になったなって思います。なんか高校生と比べると老けたなとか思うと、大人になったのかなみたいな。運転ある。運転と自炊、自分で料理作って食べる。大人になったなって思います。確かに運転できるようになった時は本当大人になった感じしましたね。あと一人暮らしも確かに大人になった感じはしました。空いた時間でこうやって原宿とか渋谷に来てこう買い物したりとか、そういうことですね。学生時代、高校とかはあんまり強いことしなかったんで、大学生になってショッピングとかなんか始めて、なんか大人になったなとは思いますね。高校からやっぱ東京っていう街に行ったことはなかったんで、こうやって大学入って東京を歩くようになって、なんかちょっと一員になれたかなっていう感じがします。ディズニーランドに全部お金払って行った時、お母さんとかに出してもらってた時から、自分で稼いだお金で行った時にすごく大人かなって。なんか好きなものを大人買いできた時とか、なんか自分のお金で出して買った時とかですね。自分が好きなアーティストとかの CD をなんかいっぱい買ったりしたら。今なんでですか？なんか19になったら、高校卒業したらなんか好きなことできるから、親もうるさくなくなった。東京上京してきて一人暮らし始めたこと、一人になって親とかいなくて生活がちゃんと回るようになったから、見てもらわなくても一人になるみたいな。じゃあそれで全部です。ありがとうございました。Looks like most Japanese people thought they've become an adult when they either started spending their own money, started maybe driving or living on their own. And similar, how about you? At what point in your life do you think, ooh, I might have become an adult now? Let us know, leave us a message. I'm looking forward to you reading your comments. Also, we've done more videos asking Japanese people, so don't forget to click the top right of the screen to find your way there. Thank you very much for watching and catch you soon. Bye!